犬ッカは、シソカイヌハッカ族の多年草で、ハーブの一種。英名由来のキャットニップという名でも知られる。また、日本に帰化したものが、長野県畜馬群で発見されたことから、畜ハッカとも呼ばれる。高さ50から100センチメートル。茎と葉の全体に白く細かい綿毛がある。茎は4両があって多く分子する。 葉は耐性する、三角状の卵型で裏側に単毛が密生する。若葉に、カルバクロール、ネペトール由来の方向がある。古くから薬草として利用された品種であり、肉料理の香り付けに用いたり、サラダに入れたり、ハーブティーに利用したりする。8から9月にかけて、白か紫色の6ミリメートルほどの花を咲かせる。同じ属のネペタムシーニやネペタラセモサなどともに、 日本では、キャットミントと呼ばれることもある。また、別名で、カラミントと呼ばれる場合があるが、カラミンタ族カラミントは、同化別種である。植物では、有用な植物に似ているが違うもの、役に立たないものというような意味で犬と付けることが多く、発火に対する犬発火と名付けられた。種名のカタリアは、ラテン語で猫に関する意味があり、また、英名のキャットニップには、 猫が噛む草という意味がある。その名の通り、犬ッカの精油には、ネペタラクトンという猫を興奮させる物質が含まれている。猫が体をなすりつけるので、犬ッカを栽培する際には荒らされることも多いが、この葉を詰めたものは、猫の玩具としても売られている。なお、猫に同様の効果をもたらす植物として、マタタビや、ケイアクタなどがあるが、日本において、 特に有名な前者にちなみ、犬ッ花は、西洋またたびと呼ばれることもある。米倉孝二、ガジタタダシ、BG プランツワミョウ学名インデックス、2015年5月18日閲覧、世界大百科辞典、第2版、犬ッ花ことバンク2015年5月18日閲覧、竹正三つスパイスハーブ辞典、文苑社、1997年、 P67 ハーブ辞典ハーブを知り尽くすエイタス文化出版局レズリーブレムネス1999年 P64 ありがとうございます